今からおよそ1000年の昔、平安時代の中頃、皇后、中宮、内親王をはじめ、宮中の女官または貴族階級の女性と、そこに仕えた侍女たちだけがつけたものでございます。未婚者は古装で、袴とともに黄黄色となります。既婚者は白い古装で、日の長袴となります。女官は例外で、一様に日の袴でございました。日の長袴の上に一重をつけます。一人で着せられませんので、前後二人の衣文者で着装いたします。一重は室町時代以後、一重と呼ばれるようになりましたが、赤、黄、萌え黄色などございました。次は五つ絹です。着せ終わりますと、小紐を抜き取ります。最後は一本もなくなります。五つ絹は重ね打ち着といい、平安後期には20枚近く重ねた例がございます。上から下へ、または下から上に薄い色とだんだん濃く打ち気を重ねることを匂いと言い、最後の一枚を白にすることを薄用と言います。また異なる色の場合には、その配色によって何々重ねと称しました。例えば桜重ね、藤重ね、宇の花重ねと申しました。
内衣をつけます。内衣は綾の織物を絹綿で打って光沢を出したものでございます。晴れ装束とも申します。